私はパニコ、23歳の OL です。共働きの両親と3人マンションにて暮らしています。今は母パニカーがちょっと疲れ気味の様子だったのでマッサージをしてあげているところなの。それにしてもパニカーは本当にたくましい体つきね。仕事柄鍛えておかなくちゃいけないからね。私もパニカーを見習って何か運動を始めようかしら。それなら私と一緒に公園で毎朝ラジオ体操第4をやるかい？え、ラジオ体操って第4もあるの？確か第4の動画があったと思うんだけど、スマホっと。ああ、あった、これ。なにこれ、ラジオ体操っていうよりもはやバレエ。もし夏休みの公園で子供たちがみんなでこれやってたら、ぐりして眠気が一気に覚めるわ。まあ本来椅子と相方2人が必要な部分があるから、半分私のオリジナルで毎朝やってるんだけどね。昨日も公園でこれをやってたら、犬の散歩で通りがかったおじいさんが口あんぐりしすぎて入れ歯を吹き出してたよ。砂場に忘れ去られたバケツにホールインワンしてたね。入れ歯がホールインワン。さっき SNS に私オリジナルのラジオ体操第4動画をアップしたら、結構な人がいいねやらリツイートしてくれたよ。ほら見てごらん。ほんとだ。うわ、パニカーのツイートの上の投稿を見てよ。店長が万引きの常習犯を捕まえたって話題になってるスーパー。店長イケメンすぎだってさ、写真載ってるけど、ほんと綺麗な顔立ちの人。女性のお客さんが殺到して行列ができるスーパーになってるって、すごいね。ほんとだ、若い頃のお父さんそっくりだよ。若い頃お父さんは下町のディカプリオって呼ばれたのさ。下町のディカプリオってそれから間もなくして仕事を終えた下町のディカプリオが帰宅し、みんなで夕食のブリテリを食べました。さて、そんな楽しい毎日を過ごしていた私たち家族のうちのそばに新しく小さなスーパーができたんですけど、まさかそのスーパーで最悪な思いをすることになるなんて、この時の私は思ってもいませんでした。新しくできたスーパーということで、品揃えやお値段の感じをリサーチしておこうと思った私。仕事を終えたとある夕方、帰宅前にそのスーパーに立ち寄ってみました。キャベツ一玉100円、きゅうりが3本で120円。駅前のスーパーよりかなりリーズナブルだわ。野菜コーナーのところでそんなことを考えていたら、店長、万引き犯を捕まえるために店内をうろうろするよりもレジをやった方がいいのでは？ほら、あんなに並んでるのに。夕方の忙しい時間帯でお客様がなかなか会計できずに長蛇の列を作ってピリついてらっしゃるのが見て取れるのですが。うるせえ、お前は俺の指示に従ってればいいんだよ。万引き犯がいたらお前はすぐに俺に知らせろ。いいな、分かったか。うわー、怖そうな店長。万引き犯を捕まえたら俺も有名人、スーパーは売り上げアップ、いいことずくめだぜ。キッキッキッ。さ、分かったらとっとと万引き犯を見つけてこい。おそらくその店長もSNS で話題になっている万引き犯を捕まえたスーパーのイケメン店長のあの話を知っているのでしょう。で、捕まえて自分も有名になってスーパーの売り上げも上げちゃおうってことかしら。このスーパーに万引き犯がいるかどうかもわからないのに、変な人。その数日後の日曜日、私は自宅でのんびり過ごしていました。何の気なしにスマホで SNS を見た時、コンビニで売ってるカレー味のポテチがめちゃくちゃ美味しいって投稿を見つけたので、ね、その後洗濯物を取り込んでいたんですけど、うっかり父の腹巻きが下に落ちちゃったんです。そこで私は父の腹巻きを拾いに外に出るついでにカレー味のポテチを買ってこようと思い立ちました。下で父の腹巻きを拾ってカバンに入れ、いざコンビニへ。その道中には例のスーパーもあって、横を通りかかった時、そういやコンビニのお菓子ってスーパーだとめちゃくちゃ安く売られてることあるあるよねと考えたんです。店長は怖そうな変な人だったけど、別にあの人とおしゃべりしに行くわけではなく買い物するだけだし、私は目的のポテチが売っているかどうか確認しようとふらっとスーパーの中に入りました。お菓子コーナーはあったあった。んだけど目的のカレー味のポテチは売ってないか、残念。あ、でも私の大好きな卵ボールが売ってる。卵ボールを持って数秒買うかどうか迷ったんですけど、
もしかしたらパニカーが仕事帰りに買ってくるかもしれないと思って、私は卵ボールを元の場所に戻し、そのスーパーから出ました。ところが、うげっ！自動ドアの向こう、外へ一歩足を踏み出した途端、後ろからガシッと肩をつかまれたんです。振り返ると、あの店長がにんまりして立っていました。そして私にありえないことを言い放ったの。君、万引きしたよね。は？俺の目はごまかせねえぞ。万引きしたよな。ちょっと待ってよ。当たり前ですけど、私は万引きなんてしていません。やってませんけど、何の証拠があってそんな。うるせえ、俺の目が証拠だってんだ。さっき卵ボールをカバンに入れただろ。お前、どこの中学だ。学校と親に連絡するから白状しろ。中学？失礼な。私は成人してますけど。学校に連絡されたくないからって嘘つくんじゃねえ。何この人、私のこと中学生だと思ってる。確かに私は人より童顔だし小柄で、年齢より若く見られることがありますけど、中学生だと思われたこと以上に万引き犯だと決めつけられたことが腹立つ。私はやってません。防犯カメラを確認してみてくださいよ。絶対にやってない。皆さん、こいつ万引き犯ですよ。俺はここの店長です。写真撮って SNS にアップするなら今が一番のシャッターチャンスですよ。な、誰も写真に収めたりなんてしなかったけど、店長が大声でそういうものだから、周囲にいたお客さんたちが何やらひそひそ話してる。このスーパーはうちからめちゃくちゃ近いし、同じマンションに住んでる人とか知り合いに見られたらすごく気まずい。これで俺も SNS で有名になれるな。万引き犯を捕まえたイケメン店長として、売り上げもうなぎ登りだぜ。さあ、事務所で話を聞かせてもらう。こっちに来い。やってないって言ってるでしょ。ね、言いたい、話して。店長にものすごい力で腕を掴まれた私は、そのまま店の奥へ連れて行かれました。そして事務所のパイプ椅子に座らされたんですが、あ、悪情してもらおうか。私は断固やってません。証拠もないのにこんなことしてただで済むと思ってるの？たまらず私はテーブルの上にパンと両手を叩きつけ、店長に怒鳴りましたが、てめえまだそんなこと言うか。てめえって、あなた店長でしょ。お客さんに向かって店長がてめえなんて言っていいんですか？万引き犯を客だなんて思えるかってんだよ。それより、親と中学校の連絡先、さっさと教えろ。私はやってないし、中学生じゃないって言ってるでしょ。まだしらばっくれる気か。お前が持ってるカバンを見れば、一発でわかるってんだよ。そのカバン汚しやがれ。なんと店長はそう言うと、私が持っていたカバンを強引に奪ってきやがったのです。何すんのよ、返しなさいよ。焦っちゃって、まあ、自分が犯人だってバレる寸前だもんな。なんだこりゃ。腹巻き、財布とスマホと、卵ボールは。だから、やってないって言ってんでしょうが。ようやく冤罪だって分かったか、こいつ。店長は、私のカバンの中を見ると、やべっと小さくつぶやいて、一瞬気まずそうな顔をしたんですが。警察に連絡する。このカバンはそれまで没収だ。はあ、万引きなんてやってないってカバンの中見て分かったでしょ。なんで没収されなきゃいけないわけ。返してよ。押してよ、黙ってろ。そう言うと店長は私のカバンを持ったままどこかへ行ってしまったんですが、数分後に戻ってきて、ほら見てみろよ、卵ボールがちゃんと入ってるじゃねえかよ、と卵ボールが入っている私のカバンの中身を機器として見せてきやがったの。なんなのこいつ。その卵ボールをお前が今入れてきたんじゃろうが。冤罪だってバレたらいろいろまずいからって、どうしても私を万引き犯に仕立て上げようとしてるのね。まあ初犯ってことだから今回許してやるよ。帰んな。はあ、どう考えたって今あんたが卵ボールを私のカバンの中に入れたとしか。黙りやがれ、生意気な厨房だな。学校に連絡されてもいいのか。そんなことされたら困るのはお前だよな。どうせ近所に住んでるんだろ。ってことはそこにある中学校の生徒だな。電話番号をネットで検索して今すぐ電話してチクったっていいんだぞ。そう言って店長は自分のスマホをポケットから取り出すと、ニヤニヤしながら私に
電話する真似事をし始めたの。ああ、もしもし、お宅の学校に通ってる生徒がうちの店で万引きしたんですけど、どういうことですか？え？名前はまだ白状しないんですけど、見た目はおかっぱ頭のチビで。ああ、どの生徒かわかりましたか。じゃあ今すぐ親に連絡してください。こっちは警察に連絡しておきますから。え、高校入試に響く。そうっすよね。こんにゃらー、許せねー。万引き犯だと決めつけられたこと、万引きしてないと分かっていながらなおも私を万引き犯に仕立て上げようとしてきたこと、もう何もかも腹が立ってしょうがありませんでした。このまま、はいそうですかなんて言って帰れるはずがありません。腐った頭のこの店長に叱るべき報復を与えてる。覚悟しろよオンドリア。心の中で報復を与えようと決めた私でしたが、そんなことも知らず店長はポイッと私のカバンを私へ投げると、ヘラヘラとこんなことを言ってやがりました。さあ早く帰るってんだよ。もう二度と万引きなんてするのよ。次やったら今度こそ学校と親に電話するからな。これに来れたらしっかり心を入れ替えてたな。連絡していただいて構いませんが。お？てかやってないので警察呼びますね。え？だってその方が早いでしょ。さっさと警察呼びましょうよ。ま、待って。は？待ってって何？私は万引き犯だって言い張るんでしょ。警察呼びましょうよ。それでもあれですか？冤罪だって分かってるから警察の調べが入って、あなたが私を万引き犯に仕立てたってはっきりしたら名誉毀損で訴えられかねない。店長もクビになると、そう思って焦ってるんですか？違うわ、警察じゃなくて、そう、親だ親、先に親を呼べ。親の連絡先は。その言葉に私はにやり。いいですよ。私がこの展開がおかしくておかしくてつい笑っちゃったことなんて気づいてないみたいね。店長は、あいつの親にお宅の娘が万引きしたって言えば、どうせ親も学校や他の人に公開されるのを恐れて、このことはどうか内密にとか言ってくるだろと、ほっとため息をついてから小さくボソボソ独り言をつぶやいていました。ところがね、残念でした。間もなくパニカーが男性店員さんと事務所に入ってきて、ああ、この子のお母さんですか。ほんと困りますよ。オタク、どういう教育されてるんですか。まあ今回は初犯ですし、まだ中学生ですから警察には言わないでお。店長が言い終わらないうちにパニカーはポケットから何か取り出して店長に見せました。瞬間店長の顔が真っ青に。だってね、警察に言わないも何も、私警察官なんですが。そうなのよ、うちの母は現役警察官なんです。こいつ自分で墓穴掘っちゃったってわけ。あっと、うちの娘は中学生じゃありませんからね。ねえ、早速ですけど防犯カメラの映像を見せてくれます？え、防犯カメラ。パニカーが警察手帳を突きつきながら自分の顔を店長の顔にぐいっと近づけて言うと、店長涙目で後ずさり。それは、その。しばらく店長はもごもごと何やら声にならない声を発していたんですが、じっと店長を睨みつけてるパニカーの顔を見てひょえっと叫んだかと思ったら、ごめんなさい。なんと店長がパニカーに土下座。私めが娘さんのカバンに卵ボールを入れて犯人に仕立て上げました。どうかこのことは内密に。するとパニカーがため息を一つこぼした後で、どうするパニカー、被害届出すかい。被害。瞬間店長の目からツーッと涙が流れ落ちました。私じゃなくパニカーに向かって土下座してる時点で、自分が誰にどういう悪いことをしたのかをちゃんと理解してないと見た。被害届出させていただきます。よし来た。私の言葉にパニカーは店長の腕をガシッと掴みました。そんな お許しを。そして店長は泣き叫びながらパニカーに外へ連行されていきました。その後店長は警察のお世話になることに。上司には当然首を言い渡されたそうです。なんでもあの元店長には奥さんとお子さんがいたようなんですが、
連日新しい職を探すこともなく、昼間から酒を飲み、我慢ならなくなった奥さんが離婚を言い渡したそうです。子供の親権ももちろん奥さんのものになり、職も家族も何もかも失った元店長は、ボロアパートで暮らし始めたんですが、やっぱり酒に溺れまくって、酔って外を歩いていた時に、肩がぶつかったとかで通行人に殴りかかり、今度こそ逮捕されたそうです。今では牢屋の中で毎日、どうしてこんなことになったんだとすすり泣いているんだとか。ぜひ自分のおかしな考えを見直して反省するいい機会にしていただきたいですね。さて、一方の私はというと、相変わらず家族3人楽しく暮らしています。そうそう、あのスーパーで新たに店長を任された人が、あの時のお詫びにと菓子折り持って我が家を訪ねたんですけど、なんと現店長、私が最初にあのスーパーに行った時元店長に怒鳴られていた男性店員さんだったの。その説は誠に申し訳ありませんでした。あらら、頭を上げてください。悪かったのは前の店長ですし。実は元店長には私を含む従業員みんな本当に困っていたんですが、我々みんなパニコさんには謝罪の気持ちと、それからあの店長を店から追放してくださった件に関して大変感謝しておりまして、本当にありがとうございました。お役に立てたのでしたら何よりですよ。これからもうちは家族全員そちらのスーパーを利用させていただくつもりですし、今後ともよろしくお願いします。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。